ちは鬼です。あれ首玉が戻りますね。皆さんこうやってやるとね鬼がね動くんだよ。この、ね、紙でね回転するっていうのはとっても難しいの。鬼さんが言いました。こんにちは。お誰も返事してくれませんね。こんにちは。こんにちは。やっと返事してくれましたね。そんな元気ない声でどうするんでしょうか。寒いからでしょうか。こんにちは。こんにちは。元気よく言いました。こんにちは。こんにちは。いい声してる。じゃあ次のやつ見せてあげよう。お魚さんがいました。私は魚です。あ、泳いでます。ヒリヒリ泳いでます。ヒリヒリ。これでねお魚さんはね水をね動かしてるんだね。お魚さんです。でもでんでん虫です。でんでん虫虫かたつむりつぶ。ちょっと疲れてますねあなた。お年を召しましたね。かたつむりさんもほらあれ頭出てこないじゃない。どこ行った頭。あった頭ありましたね。よかったですね。でんでん虫虫かたつむり。皆さん今日は、形の勉強とくじを引かせてあげるからな。こんにちは。こんにちは。次は先生とお口小さいでしょ。だから大きい声出すときはね大きいお口開くの。ああわかる。だから大きいお口じゃないからねこれでね大きいお口にするわけ。ああ。いい口してる。いい口してる。でも喉の力でねギャーってなっちゃう。それあんまり綺麗な声じゃないの。ああ。いい声してる。いい声してる。ああ。音を前に出すことでね、思い切って外で出しちゃうんだぞ。あーよし、お口を大きく開く練習です。あーこれで四角を作りますが、真四角になったらストップって言ってくださいよ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。ダメ？ダメ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。ダメ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい。いいかこれ。だまだ真四角じゃないよ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい？いい。真四角になりました。これでどうですか？ダメ。じゃあまた真四角になったらストップ。今度は長四角ですよ。長四角になったらストップと言ってくださいよ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。ダメ？ダメ。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい。無理か？ダメ。これも長四角じゃないな。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい。じゃんじゃがじゃんじゃんじゃん。いい。これでいい？いい。これで長い四角。じゃあ名前覚えてね。林博士。言ってごらん。林博士。ボコボコ。ボコボコ。林博士。ボコ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 。長四角。ボコボコボコ。真四角。真四角。いたずらっ子。では三角です。三角で形を作りますよ。うん。これ動かないよ。うん。動きませんね。動いた。動かないよこれ。びくともしないよ。じゃあこれはどうでしょうね。ポコポコポコ。ガガ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 。ポコ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 。これ輪ゴムついてますね。これでこれから工事をします。ガガ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 。ああちょっと動いてない。ガガ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 。ちょっと動かない。じゃあ行ってよ。三角。三角はね動かないんですよこれ。長四角はねこれ動くでしょ。これ動くでしょ。ほら。あ、分かる。でも三角になるとね、あんたもうちょっとこっち来いよ。そこ見えないの。いいのそこで。動きません。動きません。動かない。よし。誰か来た。ちょっとさ、ふざんそっち行ってなさいよ。それはまずいよ。じゃあここに、形がありますが。この雲は何に見えますか。キティちゃん。キティちゃんに見える。この雲は何に見えますか。魚。魚雲です。この雲は何に見えますか。船雲なんです。この形は何に見えますか。おにぎり。おにぎり雲でした。この雲、あ、見ちゃったな。この雲は何の雲ですか。四角。え。四角雲です。この雲は何の雲ですか。丸雲。じゃあここに三角がいくつあるか数えてみます。1、2、3、4。じゃあ1、2、3、4って言ってよ。 BW の人はね1、2、3、4。ママのおっぱい飲んでる人は1、2、3、4。
ね、森重くん。みーちゅよーちゅって言ってください。かわいいね。いくよ、さん、はい。いい、5でいい、5でいい。僕5でいいの。5だろ？これいくつあるの？ 4! 5なの？ 4! 僕あの、あの人の味方だもん。いや、数えてみるか？ 3、はい。1、2、3、4。5じゃん。いや、4。5じゃん。これは何に見える？これ何に見えますか？ヘリコプター。ヘリコプター？なるほどね。あ、これがね、なるほど。これヘリコプターの面ですごいね。これは何に見えますか？じゃあ数えてみよう。5だね、これね。5、5って言ってよ。3、はい。1、2、3、4、5。そうですね、5です。うるせえな。の、5でいいもんな。いいのか。来た、あの子たち。これはいくつでしょうか？教えてくれる人。そんなんでやめよう。1、2、の3、はい、やるんだよ。1、2、の3、はい、1、2、の3、はい、今上がってくる人いるからさ、元気よくやってあいつらにみんなの元気を見せつけてやろうじゃないか。終わったな。1、2、の3、はい、じゃあここには三角はいくつありますか？教えてくれそう。はい、いざ4個。じゃあこれ5なのよ。数えてみるからなんかね、うるせえな。じゃあ皆さん、はい、1、2、3、4、5。そうですね、4変わらへんの。4で5でも2回やってる。誰が2回に、ここが3回だよ。お前バカバカじいがやってる。バカバカじいさん。気持ちいい。じゃあいってよ。テンってな。名前覚えてよ。テンバカバカじい。テンバカバカじい。セン、セン、バカバカじい。セン、先生初めて座ってた子、こっち来る。あっこ先生と一緒に座れ。バカジ。じゃあ行くよ。テンテンテン。テンテンバカジ。テンテンテン。テンテンテンバカジ。センセンセン。センセンバカジ。センセンセン。バカジ。ここに点はいくつあるか数えるよ。もう先生ちょっと真面目になるからな。はいはい。わかるこれ、山田さん。3、1、2、3、正解。じゃあ線は何本あるか数えますよ。3、何本？3本。1、2、三角、OK。ここには点はいくつありますか？4本。何？4本。3、はい。1、2、3、4、線を数えるよ。3、はい。1、2、3、4、線でした。これは三角。三角。サラさん使えてる。だって3人座れないもん、それね、諦めなさいよ。人生諦めること大事なのよ。そんな無茶なこと言わない。それはあんた、あのどうか隣の国だよ、あんた。そういう無茶なこと言うんだから。こういうところ座りたくない。誰が？ここ座りたい。そんなこと勝手じゃん、あんた。それはダメ。そんなのはあんた独裁者の言い方だよ。そんなの無視よ。遅れてきたんだもん。遅れ、独裁者っていうのはさ、邪魔になるものを消すっていうことだよ。ドラえもんから独裁者って。ドラえもんがそんなこと言ってた？じゃあ僕独裁者だよ。そこに座んなさい。別にすごいこと知ってるね。独裁者ってのは邪魔者を消すのか。そうだよ。そうだよ、ね、邪魔者にしてもやっぱりいるかなって思っても別に。これね、怖いのよ。どこが怖いかというとね、これみんな真似しちゃダメだよ、これ。見たくない。じゃあ見たくないじゃん、目閉じてなさい、あんた。痛いんだから。これで手をやるとね、見てないよ。痛い。ちょっとつくんつくんしてるでしょ、これ。いや、痛くない。痛い。痛い。いいよ、やってみるよ。1、2、の痛い。早く。怖い。ほっぺたでやってみるわ。痛い。怖い。怖い、これ。3、うん、やめとこう、やっぱり。じゃあ、このつくんつくんしたとこがいくつあるか数えてみよう。3、はい。痛い。痛い。痛い。つくんつくんで数えるからね。3、はい。じゃあさ、お、じゃあさ、例えばここに3個あるの。これなら痛くないかもしれない。これやってみるか。3、はい。
あ、なんかこういうのでやればいいんだ。そう。じゃあ数えて、これつくんつくしたこれいくつあるか。3、はい。1、2。また元気なくなっちゃったね。3、はい。これすごい、これやってみる。3、はい。三角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 。だからこういうのを、こういうのを三角と言います。わかりましたね。丸。丸。僕は丸マンだ。三角。僕は三角マンだ。すごいんだぞ。妖怪三角だ。変なババアさん。気持ち。それは悪い言葉だぞ、お前。気持ち。気持ち。僕は四角。僕は四角マンです。ロボット。ロボット。ロボット。じゃあクイズです。これは何でしょう。これは何？海が出てくる。海。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。お、当たった。帽子でした。こんにちは。これは何でしょう。富士山。これは富士山。僕は頭でしたね。こんにちは。鉛筆。これは何でしょう。太陽。太陽。風船でした。これは何でしょう。わかった。お家。お、誰もお家当てた。あんたいい感じしてるね。すごいじゃない。うん、おやつあげないの。じゃあ行ってよ。四角。四角。四角。どう四角。魚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 。ヘリコプター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 。船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 。で、今日はちょっとくじを引かせてあげよう。トイレ行きたい。もうトイレ行っちゃうの。じゃあこれ、今日ね、先週変な殿様を作ったから、今日はちゃんと林先生の顔にしてきました。メガネ。メガネ。はい、わかりました。で、変な顔にしないでくださいよ、みんな。変な顔嫌い。お花を眉毛を取って。いい顔する、うん。お、お花。今回は上手だね。先生、見られないでね。何が。これ口。先生が間違えてくるでしょ。あ、ヒゲがある。これヒゲ、あ、ヒゲはないな、そういうの。先生が間違えてる。ヒゲがあるじゃない、先生。かっこよくしてあの、かっこよくしてよ。わかった、わかった、ね、わかった、わかった。先生さ、意外とね、顔気にしてるんだよ、これ。見てよ。な、わかった。よし、じゃあまあ、みんなにいい顔作ってもらおうかな。まず目からいこうか。はい、する。じゃあ目いくよ。上か下か右か行ってよ。上の上、真ん中。どっち？真ん中ってのは分かんないのよ。はい、上、上。上、ここ。そう、右。違う、違う。左。そこ。ここでいい？上、ダメ、ダメ。そこ。そこ。ここでいいの？うん、そこ。おー。もう、もう一つ目があるよ。上、下、どっち？上。同じところ。同じなんて分かんないもん。上、上。上、ここ。そこ。右。左。左。違う、上。上、ここ。ここでいい？いい顔にしてよ。よし、今度はメガネです。上下どっち？上。上？うん、違う。この辺？ここ。違う、右の横。まだ違う。上。左。ちょっと上。ちょっと上。そう、もうちょっと右。もうちょっと上。ここでいい？違う。じゃあ今度は違うね。これ普通の顔だもん。どこに違ってんだい？じゃあお口どっち？上下どっち？違う。ここ？ここ。違う。ちょっと左。ちょっと左。もうちょっと右。真ん中。そこ。ここでいい？もうちょっと。何言ってだお前。もうちょっと。じゃあ今度鼻だよ。上か下か？鼻入れない。え？鼻。だから上か下か。真ん中。真ん中なんてわからないよ。右と上とちょっとどっち？先生、口ちょっと下にして。上、ちょっと下、ここ？口ちょっと下。口がわからないもん、どこにあるか。上か下か、右か左か、そう言ってくれなきゃ。下に口あるから。下に口ある？ここ。ちょっと貸してみな。ここまでしてるんだよ。
ってあっち行ってなきゃ。かっこよくしてあげるから。ダメだって立ったらルリハンだよそんなの。誰だうち臭い人は。あんたあんまプーンと匂ったぞ。おし誰のことですか。上か下か。下。どこ？そこ。違う。今度眉毛上か下か。上。そこ。よし。眉毛上か下か。上。下。上。上。もう見つけちゃった。耳はどこだ。左は左。左？こっち？うん。もう一回行ったこと取り消すな簡単に。上行った右か左か。左。左ここ？もう出たもん。できた私のお顔。ねえダメ。見ない方がいい？だって林先生やらなかったじゃん、違うって言っても。その顔減ったよ。なんじゃこの顔もあるだから。いいじゃん、違うって言った。違うって言ったじゃん。壊れてるじゃないか、もう。やり直し。本当にもう。もう林先生が悪い。そうよ。じゃあ、ごめんなさい、くじ引かしてあげる。船木さん、今日は9時の勉強の実は、ね、やっと前半分が終わりました。よう、今日は、1,2,3,4,5,6 本の9時があります。あ、じゃあ今度引きたい。船木さん、どれにする？じゃあ、私もやりたい。右側の1,2,3,4,5 3番目？違うよ。4番目？4番目、違う。当たるかどうか。外れ。はい、今度澤田さんに引かしてあげる。じゃあ、左側の何番目？やっぱ右の。ダメ。2番目。これ？うん。これでいいの？やだ。じゃん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 。当たり！ご褒美です。ちょっと投げることごめんよ。はい。はい。はい、小笠原君。順番、小笠原君。どれ？決めてないのにダメだよ。どれ？引け。じゃあパスしちゃうぞ、あんまり迷ってると。右から何番目？右から3番目。じゃん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 。外れ。森重くん、1,2,3どれにする？左の一番目。これ？じゃんじゃかじゃん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 。当たり！おめでとうございます。かりん、おいしく食べるんだぞ。さあ、残った2本ですよ。私やりたい。藤沢くん、どれにする？私やりたい。右側？右側？じゃんじゃかじゃん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 。当たり！あれ、外れたよ。当たったよ。いくよ、投げるよ。いいか、おっ、お、蹴っ飛べた。じゃあ、船井くん、これだぞ。さあ、見るぞ。いいな。私、じゃんじゃかじゃん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 9時があります。いいね。山沢さん、何色にする？外れてた。何色にする？青。青ね。青は青い空の色。あ、当たり。おっ、あこさん、これじゃあ、先生、当たった人に投げるの嫌だから、やめて。いいね。じゃあ、猿原さん、残ったのどれにする？黄色。黄色。じゃん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 。はずれー。羽根交換、どれにする？赤か緑か。赤。じゃん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 。はずれー。黄色やりたい。羽根さん、どれにする？緑？いくよ。じゃん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 。はずれー。私、1本しかないじゃん。1本しかないね、これ。あ、これは当たらなかったな。
そうか、じゃあ次のくじを見せてあげよう。これが当たりです。当たりを見せてあげた。3つのうち1つが当たりです。澤田さん、青、赤、黄のうちどれにする？どれ？わかんない。青だったよ。あなた、澤田さんっていう名前じゃない？はい、澤田さん。青、澤田さん。青、青。じゃあ見せるよ。ダンダガダンダンダン。あたり、おめでとう。ずるくないよ、次のくじ。また次の1回じゃない。笠原くん、ここに当たりがあります。いいね。黄、緑、赤、青、どれにしますか？赤。赤、これじゃんじゃがじゃん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 。はずれ。青だ。森重くん、ここがま当たりです。さあ何色にする？青。青、見てなよ。じゃんじゃがじゃん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 。緑でした。これ緑が当たりだな。残念でしたね。藤沢くん、わあ、これ2本も当たりがある。どれにする？よかった、白。ん？白。見ててよ、当たるかな？ブブー。当たり、おめでとうございます。じゃあ船木くん、今度は2つも当たりがある。これは当たるよ、当たるよ、これは。さあ何？青。青、当たり。青、青、青、黄色だよ。青だよ。当たり。当たり、おめでとうございます。ちゃんと座ってたらくじ引かしてあげるから。またね。山澤さん、何がいいよ。今度は4本も当たりが。これは外したらかわいそうだね。オレンジ。え？オレンジ。黄色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 。ちょっと見るね。やめた方がいいよ。黄色だ。いいよ。やめた方がいいって。いいよ。全然こっちって信用ないんだろ。当たり。今のは当たりやすいよな。じゃあこういう言葉覚えて。3本くじがあります。言ってごらん。3本くじがあります。3本くじがあります。当たりは1本です。当たりは1本です。当たりは1本です。3つのうちの1つ。3つのうちの1つ。3つのうちの1つ。難しい言葉で。3分の1。3分の1。まあ、唾がいっぱい飛んでくるやね。なんだか3分の1って言ったな。いや、まあ先生も負けないで。3分の1。3分の1。やめなさいよ。いや、唾がいっぱい飛んでくるやん。じゃあいくわ。3分の1。3分の1。こっちは当たりが2本だから3分の2。3分の1。3分の1。これは何だろうね。3分の3。何だって？3分の3。誰唾飛ばす人？私、当たり嫌だけど。そうだよ。子供ってね、本当に嫌ね。唾をブン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 飛ばし、欲しいからブン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 出し、口からブン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 出し。わっ、澤田さんの鼻くそじゃない。違うよ。せーのの。3分の3。3分の3。これは3分の1。なんだって？3分の1。またこれ金子くんの鼻くそが飛んできた。これは何ですか？2分の1。これは何ですか？3分の1。おい、唾飛ばすなよ。ではくじを引かしてあげよう。ここには3分の1、こっちは4分の1。まずくじを選んでもらいましょうね。誰まで言った？はい、あんたか船くんか。3分の1と4分の1どっちを引く？サララさんだよ。違うよ。誰よ？サララさんか。そうだよ。そうだよ、サララさんだよ。サララさん、3分の1と、ね、4分の1のくじどっちを引きたい？こっちは3本のうち1本が当たり、こっちは4本のうち1本が当たり、どっちのくじを引く？3分の方。じゃあ3分の方。3分の方はいい？じゃあ引かしてあげよう。緑と黄色と青、どれにする？何にしようかな。黄色。女の子って迷うもんだよね。
じゃあ青しかないじゃん。青をやっぱ黄色にしよう。黄色ね、黄色ね。わかった。一本。当たり。おお、さすがじゃの。ここで。じゃあ次。でも僕だけ。金子君。4分の1と4分の2どっちのくじにする？どっち？右左どっち？こっち？こっち？こっちのいいな。2つも当たりがあるもん。ちょっとみんな覚えてよ。4分の1。負けないようにやるか先生も。4分の1。4分の2。金子くん、右と左だ…あ、立ってる。お菓子もらうかね。行きたい。今度立ったらお菓子返してもらう。どうすんなの。金子くん、どっちにする？右と左、どっち行く？こっちのいい？みんな頭叩いた。あくびしてるな、マー君。ネロピーダブルで。あくびしたる、今。僕の爆弾どこ行った？まあいいや。金子くん、まだ新人がいるからな。こっちにする？こっちのいい。じゃあ、くじ引かしてあげよう。緑、黄、青、赤、どれにする？赤。赤？赤だよ。見せるよ。2つ当たりがあるんだよ。当たり！おめでとうございます。よし。じゃあ次の、誰あくびしてるやつは？じゃあ聞くよ。どっちの方が当たるでしょうか？青と赤、どっち？はい！じゃあみんな言ってごらん。青！青がよく当たるね。青と赤、どっちの方がよく当たりますか？どっちも。そんなことね、こっち2本だもん。どっちのよく当たる？赤。あのね、そう言い方ダメなのよ。赤だったら赤って言わなきゃ。わかる？青と赤、どっちが当たりますか？赤。赤と青、どっちが当たりますか？赤。これ赤いいな、これ。青と赤、どっちが当たりますか？青。これは難しいぞ。青か？青。3本当たりがあるよ。青。でもこっち1、2、3、4、5本もあるよ。赤。いいね、3本。難しいね。これだったらどっち引く？青。これも難しいね。こうすればわかるだろう。どっち引く？緑。青のはいいね。緑。ちょっと難しかったな。よし。じゃあくじ引かしてあげよう。よく聞いてくださいよ。黄色と黒です。もうやだ。こっちは、いや？いやなの？くじ引かないの？この。あ、そう。はい。今度あんた船木さんにやらせてやらせてあげる。船木さんやらせてあげる。ダメだよ。それじゃ沢田さん。こっちは4分の1。いい？ 4 分の1。1本あたりね。こっちは3分の2。どれにする？黄色と黒。黄色。あんたじゃね、僕のサーダさんに聞いて、黄色と黒どっちに引く？うん、黒。船木さん嫌だと思うんで、くじ引く。黒。黒にする？に2つ当たりがあるんだよ。いい？じゃあ引かしてあげよう。さあ、右真ん中左どれにする？真ん中だよ。怖い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 よ、これ。左だ。どれにするの？左の方がいい。じゃあ右と真ん中と左で選べばいい。右だ。え？右？右だ。これ？違う。どれ？見えるぞ。真ん中。真ん中？じゃんじゃけじゃん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 じゃけじゃんじゃん。チュッ！当たり！おめでとうございます。ずるくないよ。じゃあ今度は船さんやらしてあげようか。ねえ。泣くの引かしてあげるよ。じゃあ2分の2のくじと。2分の2のくじと4分の2のくじ、どれにする？これ私やりたい。船木さんどれにする？じゃあ小笠原君どれにする？あ、はい、青。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 立ったら引かしてあげない？じゃあ小笠原君、青にする？じゃあ青ね。右と左どっちにする？右。あたり。何なんだ、これ2つも当たりだもんな。実は2つも当たりだったんです。じゃあ赤と茶色。森重君どっちにする？赤と茶色。ずるくない？順番だもん。くじだもん。人生は今、うんうんと臭いなんの塊だよもん。どれにする？森重君。
赤と茶色。茶色。茶色にする？茶色。茶色にする？じゃあ茶色でやってみよう。本当？こっち3分の1だよ。こっち2分の1だよ。どっちがよく当たるかね、これ。みんなに聞いてみるか、オーディエンスにな。みんなだったらどっちにする？赤と茶色。じゃあちょっと手を挙げてよ。こっちにする人。こっちの多いじゃない。じゃあこっちにする人。いいよ、少数意見。いいな。茶色でいこう、少数。いいな。森重君が茶色でいいとおっしゃる。右真ん中、左通りにする。左。もう一回。いいのに。じゃあいいのに。じゃあちょっと左当たるかどうか見てる。誰に？ダメよあんた、エコ引きしてるんだから。森下君どれにする？右真ん中左。右。誰？誰？え？右。左。ファイナルアンサー。左？左って言った。皆さん左だとおっしゃる。これいくよ。右だ。右当たり。違うから。それじゃあ宇沢君。当てられないよ、違う人がいたら。くじがいろいろあります。3分の1、2分の1、2分の2、4分の2、3分の2、4分の1、どれにする？さあ君。2分の2、はい、青。これやめた方がいいよ、これ。青。これいいの？これ？じゃあ引かせてあげよう。右か左か。右。当たり。おめでとう。え？僕だったよ。本当？じゃあ、船木さんに聞かせてあげる。いない？船木さんどっちにするの？右と左。僕だったよ。はい。じゃあ、弟さんの船木君。右か左か。左。これやめた方がいい。外れだもん。右。右？これも外れだもん。どっちにするのよ。さっき当たったよ。当たったの？じゃあどっちを右と左？左だ。こっち？左の。マジで右だ言ってるもん。はい、外れ。え？当たりじゃん。花丸だよ、右の。あ、そう。みんな当たったじゃないの。私やりたい。じゃあ次の手やらしてあげるから。次のくじです。嘘ついてる。嘘つかないから。はい。ここに2本くじがあります。まだ何も当ててないもん。出ないよ、山くん。日本くじがあって、1本当たりです。何分の何でしょうか、わかる？3分の2。山沢さん。2分の。何だって？最近耳が悪くなってね。何だって？2分の1。みんな言ってごらん。何だって？2分の1。聞こえました。2分の1。だから2分の1って書いてある。じゃあ、くじが3本で、当たりが1本です。何て書いてあるでしょう？はい、サララさん。3分の4。3分の1。正解。みんな手叩いたの。よーし。じゃあ、おい金子くん、3本のうち2本あたり、なんて書いてある？3本のうち2本あたり、なんて書いてある？よーし、2本だ。みんな手叩いたの。この国は日本だ。いいな、素晴らしい。あの人、あのチョコレートをあげてください。この国は日本だ。よし、あの人ね、この国の名前知ってるんだよ。船木さん、これなんて書いてある？もう一回、ごまかしいじいさん。さあ、田さん、なんて書いてある？2分の3。3分の2だったよ。なあ。はい、じゃあ、小笠原君。はい。ここになんて書いてある？なんて書いてある？なんて書いてある？4分の2。何？4分の2。正解。よし、じゃあいよいよ大詰めに入ってきましたよ。じゃあ2本のうち1本何ですか？みんな言ってごらん。2分の1。正解。いいね。3本のうち何ですか？3分の1。何ですか？3本のうち2本何です？3分の2。4本のうち2本で何ですか？4分の2。何？
この中に当たりは何本あるでしょう。当たりは何本でしょう。一回手を挙げてもらおうか。1、2、3。1、2、3。高校生の女の子に聞いてもらおう。私は花の女子高生。人生楽しいわ。ルンルン。じゃあ行ってやりますよ。いい？あら、皆さん、林先生の言ってあげるのよ。わかった？はい。やれる？1、2、3。はいはい。余ってないじゃない、なんた。じゃあ行くよ。1、2、3。はい。バンザイじゃなくていいのよ。ちょっとムード出しましょうね。花の女子高生。顔も。私、宿題なんて。顔も。何？顔も。あそこにあるじゃん。顔も出てきて。いいのよ、これで。いいね。ありがとう、姉ちゃん。こう見えてもね、私、モテるの。可愛いでしょ？ひげ生えてない。ひげは見ないで。ね、ひげ生えてるから、ダサいこの人。ダサいこの人。そんなこと言わないで。ダサい子って。あんたたち女子高校生なんだから手を入れなさいよ。分かったわね。女だと思って舐めるんじゃないよ、あんた。言わない。1、2、3。はい。待ってないじゃん、待ってんか、お前。そんなのダメよ、あんた。ちゃんと顔がないんですよ。森瀬君、あんた兄ちゃんいる？今度紹介して。ダメ？ダメ？年はいくつ兄ちゃん？21？ やっぱりいる。え？ここだよ。何が？この人。私ね、年下には興味ないの。ね？じゃあ行くわよ。1、2、3。やばい、顔がないよ。行くぞ。1、2、3。あ、ダメよ、そんな手の言い方じゃ。これが日本背負ってくるあなたたちなのよ。分かってんの？1、2、3。はい。よし、それで手を挙げてよ。5分の2、当たりは何本ですか？4個、2個だ。よし。あとは2本でした。次の問題。6分の1、当たりは何本ですか？1個。何？1個。1本当たり。7分の3、当たりは何本ですか？3。正解。8分の5、当たりは何本？5。よし、5本でした。さっき誰かあくびした。誰？はい。誰あくびした人？この人。この人。じゃあ何分の何か早く言ってよ。早く言った人、いいね、勝ちというゲームです。はい。3分の1。違うね。4分の1。何？4分の1。ほら、組んできた。あげて。素晴らしい。いいな。白と青って誰？じゃあ次、白と青って誰？これは何分の何か早く言ってよ。黒が入る。いいか。1、2のこれ。そう、ふなひとの声くれなかったな。私最初に言ってる。じゃあこれ。ダメだよ。何？おお、森瀬くん言った。3分の1、お菓子用です。さっき1番に言う。惜しい。どう？惜しい。いや、僕ね、これのマジ持ってる。じゃあこれ、いいか、早く言ってよ。はい、何分の何？4分の1。4分の1。何？4分の1。じゃあこれは4分じゃない。これはじゃあこれは7分。じゃあこれは7分。何ていうかさっぱり分かる。3分の3。じゃあ当たり1本です。引かしてあげよう。じゃあ順番、誰だったかな。森重君か。いいよ。じゃあ藤沢君だな。右、真ん中、左、どれにする？左。左、一番こっちね。外れ。真ん中、当たり。5分の2。フレ、フレ君当てさせてやな、あんなんな。歩いてる。はい、飛ばす。はい。山沢さん、右から1、2、3、4、5、どれにする？右。何番目にする？うん。4個、7番目。右から3番目。ブブー。当たり。おめでとうございます。サララさん、
6分の3です。1,2,3,4,5,6 どれにする？サバ真ん中。真ん中って何だ？右から4。 1,2,3 番目が当たって4番目は外れですね。ちょっと見にくいかな。よし、金子くん、いいか。8分の5、5つ当たりがあるんだよ。1,2,3,4,5,6,7,8 どれにする？8。一番こっちね。当たり、おめでとうございます。10分の2のくじ引きたい人。はい、小笠原君、どれにする？これは当たらねえけどな。8番見ててよ。8番はずれ。そんなの当たらないからって、そんなまま言ってダメじゃん。あんた船木さん、10分の4どれにする？船木さん、2番。2番はどうか。当たり、おめでとうございます。じゃあこれ10分の3くじ引きたい人。じゃあ小笠原君、8番。何番？3番ね。チュルチュルチュル、3番ね。はずれ。はい、じゃあ森重君。サービさん、何番にする？おいとこ、どれ？もう我慢しなさい。何番？1,2,3,4 ぐらい作る。どれ？僕が深い君に聞いてるの。じゃあ教えてくれる人。聞かなきゃ当たらねえんだ、人生。藤沢君、5番。5番、ブブ。当たり。じゃあ聞くよ。先生が言ったら早く言ってよ。ひーちゃん先にね言ったよ。ひーちゃんって分からない、誰？ひーちゃんってなんて、僕はーちゃんです。はいはいって言ってる。2個しかないの？赤ちゃんだもん。あら、2個しかないの？じゃああとスルメショーがある。スルメショーが3分の1と3分の2どっちにする？3分の2がいいよ。4分の2と4分の1どっちにする？どっち？何？4分の2のいいね。5分の2と5分の3どっちがよく当たる？6分の2と6分の3どっちがいい？6分の2と6分の3どっちがいい？じゃあ一番いいのはどれか早く言って。どれ？6分の4。これ一番よく当たるんだよな。一番いいのはどれだ？5分の5。5分の5なんてないもん。5分の4。5分の4ですね。一番いいのはどれだ？6分の5。何？何だって？6分の5。6分の5だ。じゃあ一番いいのはどれだ？10分の7。何？10分の7。これ一番よく当たるね。それではくじを引かせてあげよう。当たった人にはスルメ賞があります。いいな、スルメ。みんな順番に名前書いとくから。船木さんどれにする？1,2,3,4,5,6,7,8,9。4?9? じゃあこれは船木さんの符を書いておきます。はい、澤田さん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 どれにする？いいよ、この名前書く。右からにする？右から何番目？左から。喋ったら引き返してあげないよ。どれ？迷うね。3番目、OK。ここにさっと書いておくね。最後に、はい、小笠原くん。1。これじゃあ、おと書いておくね。あー、スルメ賞もらうのは誰だろう。はい、森重くん。これこれやめた方がいいんだけど、いい？そう、じゃあここ入れていくよ。森重くんのも書いておこう。はい、
藤沢くん重さ不何番重さ5番これ1,2,3,4,5これ藤沢くんの負と書いとこう。はい、船くんどれにする重さ不船木くんやったよ。船木くん、船木くん、船木さん、船木さん、船木くんどれ？何番目？これ？4番目。よし、船から船木くんね。リトル船木くん。よし。山田さん、どれにする？どれ？右から1,2,3,4。これ残ったの？この3つ。右から。うん。これね、はい、山沢さんの矢と書いてこう。私やりたかった、はい、最後の一個なんで。あと2つあるの、2つある。あ、どれにする？サラさん、右から3番。 OK、 サラハラさん最後。これ残ったの、金子くんね。じゃあこれから開票します。当たった人は今日スルメカミカミお利口さんというスルメをあげます。噛めば噛むほどお利口さんになるというスルメです。いいですね。では発表します。今日当たった人はお家に帰るととってもいいことがありますね。外れた人は残念ながら今日はいいことありません。やっぱり。じゃあ口を引くよ。じゃんじゃかじゃんじゃんじゃん。一番。さあどうでしょうね。やめとこか。怖いです。見たい？やめた方がいい。見たい？やめとくか。どうしよう。見たい？年末ジャンボみたいな。じゃあ行くぞ。やめとくか。はい、じゃあちょっとだけね。じゃん。お、当たった人いたぞ。おー、かかかかか、誰だったっけ？一番これ。金子君当たり。よかったね。それから、さ、これさ、誰だったっけ？はい。じゃあ、サララさんと金子くんが当たりました。やめとくか。違う、サララのいいじゃん。あ、これ、サラさんか。もっと見た。全部当たりだ。見たい？全部当たり。そんなことない。見たい？本当に全部当たり。じゃあ、見せるか。見たい。やめとくか。やだ、分かった。やめとくか。いやー。みんな当たりじゃない。じゃあ、あ、そう。じゃあスルメあげるからさ、そこにずっと並んでよ。私は花の女子。